殺し合いのお時間です。世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はですね、自分たちを同盟固定と信じてやまないヒーローたちが優勝する動画をお届けしてまいりたいと思います。もう早速試合が始まりますね。実況してまいりましょう。まずは自分をルチアーノと信じてやまないクマが A をタッチしていきますね。もう早速セオリーを無視した立ち回り。さあここで自分をタダオミと信じてやまない名探偵が、お、これはフルークで抜けるか、素晴らしい。ちなみにデッキにも注目してほしいんですが、やはりね、自分たちを同盟固定と信じてやまない者たちなので、しっかりカードもね、元のヒーローが積みそうなカードを最低でも1枚以上は搭載しております。私は岡部の周囲モーション初めて見ましたね。いや本当はね、これオロチマルとかで実況できれば完璧だったんですけど、僕がね全然似てない上に喉がもう破裂しそうになったんでやめました。はい、なんでちょっとその辺は許してください。ということで気を取り直して実況していきます。さあここで自分をグスタフと信じてやまないマッドサイエンティストが HS を発動。この選択が吉と出るか凶と出るか、後付け実況なんで言ってしまいます。この選択吉と出る。さあここでお相手もこちらの陣地に詰め寄ってきます。ここはそれぞれ 1on1 のマッチアップか。こちらもなかなかいい火力が出ているはずだが、相手のトランクが強い、しっかり耐久されてしまう。ただここは素晴らしいナイスカノーネが入っていきます。ただ HS を打たれる、これは少々まずいか。いったこんなことになってたんか、ダッシュ痛すぎだろ。さあここで自分を頼むと信じてやまない名探偵までやられてしまう、これはまずいぞ。そして自分をルチアーノと信じてやまないクマ、ちょっと位置取りが悪かったか。ここはポータルを取られてしまう。しかしここは落ち着いている。無理せずしっかり2点を守りきる立ち回り。ここからは打開を狙っていきたいですが、先ほど相手の二陣を縮めたので、どうにか相手の二陣 C ポータルで2点攻めをしていきたいところ。さあここで自分を頼みと信じてやまない名探偵が相手を詰めていきますね。素晴らしいカノーネ。ただここは2対1なので一旦引いた形。ここのフルークは読みが外れる。さあただここはしっかり HA を避けて HS ですね。なんなら HS に関しては本家忠臣より強い可能性がある。さあここで素晴らしいレイヤーも落としている、ベストタイミング。そして素晴らしい可能ね、綺麗に入る。これで2点攻めが成立するか。さあ2人で触ってイデアで弾かれますが、これは取り切れるでしょう。素晴らしい。これはいよいよ優勝までのカウントダウンか。さあここで相手のリリバフが来ますが、ナイスフルーク。そしてやはりグスタフの周囲は強かった。そして最後はなんともう一度溜まっている。自分をグスタフと信じてやまないマッドサイエンティストがもう一度 HS を打って試合終了。優勝ですね。後半の自分を頼みと信じてやまない名探偵と自分をグスタフと信じてやまないマッドサイエンティストの2オン、これはまるで本家の同盟を思わせるような素晴らしいコンビネーションでした。それでは次の試合に参りましょう。さあ次の試合でございます。素晴らしい並び、まるで三位一体、心を一つにして勝利をつかみ取ることができるのか。そしてお相手とてつもなく HS が強い。構成の時点ですでに負けている気がするが、諦めないのがこの3人。最後まで熱い試合を見せてくれ。さあまずは自分をルチアーノと信じてやまないクマは相変わらず E ポータルをタッチしていく。そしてデッキにも注目していただきたい。微妙にだがアップデートされているぞ。いやアップデートというか、これはむしろダウングレードなんじゃないか。さあただ相手の HS がバカ強いので、ここはできれば相手の HS を試させないように動きたいところだが、なかなかあの3人の前に踏み込むのは勇気がいるか。ただ行かなければ HS でやられてしまう。行くしかない。先陣を切ったのはグスタフ、ただしっかりやられていく。ここのカノーネもうまいことかわされて、
相手のカノーネも入りやられてしまう。そして残されたルチアーノ、タンクとは思えない非力さ、あっという間に3盾を決められてしまう。これは序盤としてはかなりまずい立ち上がりだぞ。敗色濃厚か。いやまだこの男たちの心の炎は消えていない。ただお相手のアダムがシーポータルに詰め寄る。しかしここは持っててよかったキテルちゃん、どうにかシーポータルは守りきれそうだ。だが依然ピンチであることには変わりがない。そしてニーズヘッグ4により一瞬で体力が削られていく。あのロボがとんでもない火力を出している。ここは一旦引かざるを得ないか。ただここで自分をグッサクと信じてやまないマッドサイエンティスト、本当のタンクを思わせるような素晴らしい耐久だ。さあただニーズヘッグ4にここはやられてしまう。どうにか交戦するが倒しきれない。ここはさすがに一旦引かざるを得ないか。無力、あまりにも無力。自分をルチアノと信じてやまないクマがかなり足を引っ張っているぞ。さあここで逆転されてしまう。ここは一度深呼吸、体勢を立て直したいところ。一旦相手のデズの HS もあるので、こちらもしっかり HS を貯める立ち回り。さあ HS が溜まっていく。ここから逆転ののろしを上げることができるのか。こまめな回復も忘れない。まるでボディービルダーのプロテインだ。だがこのシルブレはまずいぞ。なかなか前に出ることができない。さあこの3人であの牙城を崩すことはできるのか。さあイエーガーを張った。このイエーガーの切れ間にアバカンを差し込んでいきたいところ。ここはじっくり気を伺う。さあここでアバカンを打ち込んでいく。まるでルチアーノを思わせるような立ち回り。さあ綺麗にアダムを抜いていく。ただここで旗で吸われてしまう。まずいぞ。さあ HS が来る。返す術がない。どんだけ足を引っ張るんだこいつは。ただここでキテルちゃん、これを合わせることによりデズを封殺。フルークで抜くが2人コール。ただ時間的に C は取れるんじゃないか。そして標柱で2人やられていく。ただ残り10秒、優勝へのカウントダウンはもう始まっている。標柱で吹き飛ばされる。ただあのロボのスピードでは C ポータルにたどり着くことはできない。転倒よけのアピール決まっていく。素晴らしい。なんとか優勝することができました。誰が見ても負けるような試合でしたが、やはり諦めないことの大切さを彼らは教えてくれる。それでは最後の試合見ていきましょう。さあ最後の試合をお届けしてまいりたいと思います。この3人なら何かをやってくれる、そんなオーラが漂います。そしてお相手、なかなかバランスの取れた構成だ。ただ自分たちを同盟固定と信じてやまないこの偽物たち、負けるわけにはいかない。さあ相変わらずいいタッチ、こういうところだけ一丁前にルチアーノ、もう見慣れた光景である。ちなみにラストの試合は今まで全く活躍していない自分をルチアーノと信じてやまないクマ視点でお届けしてまいりたいと思います。今までの2試合は全く活躍していない。果たしてこの試合では爪痕を残すことができるのか。さあここはある程度二陣を広げてシャドウを打っていくが、これは外していく。さあここのキテルはしっかり当てていく。ここで1人落として C を確実にキャッチ、素晴らしい。そしてキテルが入った敵もしっかり倒し、なんと3盾を決めていく。かつてない好調な滑り出し。これは行くしかない。生き生きと相手の虹に詰めていく。ここは落ち着いてフィールドを展開。ここでバチバチにやり合っていくぞという意思表示。さあここの号令にイエーガーが合わせられない。何をやってるんだこの男は。ただ硬いぞ。さあユララが入る。さらに脇にあまで食らっていく。さらに HA、 ただ耐える耐える。しかしこれはプレイヤースキルではない、ステータスが高いだけだ。さあキテルで牽制、そしてシャドウがなんと当たっていく。さあ生き生き詰め寄っていくが、ガンナーの前では無力だ。さあ自分がやられたことにより非常にピンチを招いているぞ。走れ走れ走れ。どうにか間に合うことができるか。間に合っていく。これが動けるデブ。そしてすかさずシャドウを打っていく。さあここは落ち着いてフィールドを展開。そしてもう二度と同じ手は食らわない。しっかり号令に合わせていく。ここはしばらく耐久の立ち回りか。さあここでお相手はドルケを展開。しばらくこちらも何もできなそうだ。だが味方が強い、しっかりリンちゃんを削ってくれていた。ここを落として改めてフィールドを展開。
シャドウはかわされていくが、エボリではしっかり避け、ただキテルのタゲを間違っている。なんとスタンが2枚、ただここはしっかり1枚落として、どうにか味方2人を守りきる。さあここは落ち着いてフィールド展開、そして回復。さあ渾身のシャドウを打ち込むが HS を合わせられる。ここは落ち着いて HS を合わせたいところ、ただここでタゲを吸われていく。何をしてるんだ、大瀬ゼロ人抜き、これは先般。そしてスタンからの脇まで食らっている、もうとんでもないことになっている。しかし最後は自分をグッサクと信じてやまないマッドサイエンティストがしっかり HS を打ってくれている。この圧倒的無敵時間の長さ、これはもう優勝でしょう。大瀬ゼロ人抜きという先般を犯してもしっかりカバーしてくれる味方が強い。しかしちゃっかりベスプレダー、こういうところだけガンナーっぽい。正直もう自分でもこの動画のオチがよくわからなくなってきている。みんなレイヤーシーズン頑張りましょう。はい、エド10。